柔道の団体体は、柔道における上着を止めるものでもあり、団球位を表すものでもある。柔道では団球位制を採用している。これは、数字の大きい球位から始まり、上達につれて、数字の小さな球位となり、初段の上はまた数字の大きな段位になってゆくもので、ある。初段を黒帯としていて、これは広く知られ、黒帯は、 英語圏でも通用する単語となっていて、米国では黒帯を英訳した、ブラックベルトという雑誌も発行されている。有段者が黒い帯を締めるのは、かのうじごが、道着の白に映える色として黒を選んだためである。初段の試験に合格した時点で正式に、行動官への入門を認められ、会員証が発行されるとともに、黒帯の着用が認められる。 江戸時代柔術が100以上の流派に分かれていた。その頃には、帯は上着を止めるものでしかなく、段球位は関係なかった。1882年、加納おじごが行動感柔道を創設し、文下生が集まってきて結出した人材が、出てくるようになると、有段者に黒帯を示させるようにしたのが始まりである。9位、有給者における白帯以上黒帯未満の式帯の、 使用は、1906年に第2本、武徳会柔術部門が第2本武徳会柔術、公衆院等級及び、新旧規定において最も早く導入し、1914、大正3年に、行動官にて、少年柔道に使用され、海外においては、イギリス柔道の父、小泉軍事やフランス柔道の父、河合氏三木之助も採用した。青年部の場合の帯と球くらいの関係は、 以下のようになっている。6段以上は黒帯でも構わない。初段を取得するためには14歳以上である必要があるため、14歳未満の場合は下記のようになる。4級以下については、道場によって違いもある。道場によっては青帯を使用している場合もあり。行動官の女子用対行動官の女子油断者は1、小幅の白線入り黒帯を用いてきたが、 1999年のアイフ理事会で差別的とみなされてアイフ主催の国際大会での使用は禁止され男子と同じ黒帯のみが用いられることになった。国内大会では白線入り黒帯が従来通り用いられている。しかしながら2016年からは全日本学生柔道連盟主催の大会では女子も男子と同様の黒帯が用いられることになった。 2017年11月の行動完売から白線入り黒帯を廃止することに決めた。これにより国内の大会で女子も男子と同じ黒帯を用いることになる。ありがとうございます。